シャムシー・ベル・ユージャーの石碑の詳細。彼は、紀元前864年と、紀元前851年のリン務だった。イラクのアッシュール出土。ペルガモン博物館リン務は、アッシリアに存在した一年交代の名誉職。その名前が年を記録するためのエポニムとして用いられた。アッシリア人は、ン務の名前によって、公的な書類に、各々の年を記録した。 紀元前890年から紀元前648年の毎年のリンムを記録したリストが見つかっている。アッシリア王が治世を始めた当初からリンムは王によって任命され首都の新年祭りを主催した。そしてその1年間の公的な年号はリンム誰それの年となる。例えば紀元前780年はリンムシャムシール将軍の年である。 毎年新しいリン務が選定された。これは、くじで選ばれたが、将軍や王宮の交換、重要州の総督などが選ばれていること、そして種子から同一人物が連続して選ばれないようになっていたはずであり、候補者が相当に限られた中からの抽選だったと見られる。コアシリア時代には王自身が臨務になることはなかったが、中アッシリア時代や新アッシリア時代には王が 林武となることもあった。時代が下るにつれて定式化が見られ、まず即位後の王、タルタン、ナギルエカリ、ラブシャケ、アバラク、それから各地の総督と続くのが常だった。林武を記録した最初の年度版が発見され解読された時から、これを用いることで、他の同時大臣との年代学的な同期ができるようになった。例えば、 19世紀にはすでに解読されていた年度版からイスラエル王国とユダ王国の王たちの系譜とリングのリストがリンクできるようになった。ありがとうございます。